今日23日放送の読売テレビ、日本テレビ系、バラエティ番組、ダウンタウンデラックス、毎週木曜あと10時では、新型コロナウイルスに感染して、肺炎を発症し、3月29日に亡くなった、志村けんさん、享年70の追悼スペシャル企画を行う。バラエティ番組へのゲスト出演が少ななかった時期から、デラックスにたびたび出演していた志村さんだが、初出演は20年前の2000年3月で、そこから総出演回数は30回を数えた。今回のデラックスでは、その放送回の中からドリフ時代の裏話やえりすぐりの秘蔵写真、爆笑エピソードトークまで、志村さんの貴重な名場面を大放出する。今や、じゃんけんの時の決まり文句になっている、最初は、グーの掛け声。その考案者が、志村さんだったというのは、知る人ぞ知る有名な話。デラックスでは、ドリフ時代の、最初は、グー誕生秘話を披露していた。8時だよ。全員集合、TBS 系収録後の飲み会で、誰が代金を払うのかをじゃんけんで決めることになった際、大人数でタイミングが合わなかったので、志村さんが最初はグーとポトイとしたのが最初だったと明かす。これを全員集合の番組内でやったところを受け、全国に広がり、じゃんけんの定番になったという。さらに、足の指が器用なことも明かし、仲良しのケン直子と一緒に、スタジオで足じゃんけんの特技を公開する。ドリフに加入する前の付き人時代の苦労話も飛び出し、付き人になりたてで貧乏だった志村さんは、靴も買えず3ヶ月間、裸足で生活していた。当時デパートに勤める女性と交際しており、彼女にお金を無心しに、裸足でデパートを訪問した際、来ないで、と追い返されたという悲しい思い出を語る。また、付き人として、加藤茶の家に居候していた、志村さんは、朝起きて顔を洗い浮かび、二人ともなぜか、鼻血を流していたという奇妙なエピソードを告白。当時、志村さんは付き人にもかかわらず免許を持っておらず、加藤が運転する車に乗っていたという。93年放送のデラックスでは、加藤が、ゲスト出演し、当時30歳のダウンタウンと3人で、ハゲヅラちょびひげ姿で縁側に座り、真剣トークする超貴重映像も登場。加藤は、可愛がっていた付き人の志村さんが、デビュー後みるみる人気者となり、自分の人気を奪われた時の複雑な胸中などを赤裸々に語る。さらに、番組名物コーナー、視聴者は見た、の名場面集も、麻布十番のお祭りで若い女性と手をつないで歩いていた、とても綺麗な女性にデパートの高級店で荷物を持たされていたといった志村さんの赤面目撃情報が続。また、六本木で早朝7時まで開かれた志村さんの豪華誕生会の話も披露される。今回のデラックスには、志村さんを師匠と慕うダチョウ倶楽部の3人がそれぞれ思い出とメッセージを寄せた。リーダーの肥後克広は、志村さんに唯一怒られたエピソードを告白。志村さんの自宅に泥棒が入った際、肥後はいろいろな人から電話がかかってくるから、その対応で忙しいはずと考え、あえて自分からは連絡しなかったという。しかし次の収録であった時、志村さんからいろんな人から電話があったのに肥後と上島だけ電話ないんだよ。一番電話欲しいんだよ。お前らから。と怒られたという。肥後は志村さんとコントをした20年は僕の宝物ですと語る。